日本の道路には様々な印が刻印されている。止まれという目で見てわかりやすいものから、形のみのわかりにくいものまで幅広くある。そんな中で今回は、ひし形の知名度に関して一致やスレミンたちが語り合う。果たして皆さんは、ひし形の意味をご存知だろうか。意外と知られていないひし形の知識を身につけていってほしい。画像、日本人の6割、道路にある謎のひし形の意味を知らなかった。道路にある謎のひし形、6割が意味を知らない？知っておくべきルール、道路にひし形マークを見つけたら、速度を落とすべき。交通事故において、歩行者の被害は多くを占めています。交差点や横断歩道付近での事故が多いと言います。そのような事故を減らすものとして路面に書かれたひし形のマークが存在しますが、具体的にはどのような意味を持っているのでしょうか。このひし形ってなんだっけ？覚えてない人はハンドル握っちゃダメ？一般財団法人東京都交通安全協会によれば、2022年中の都内における交通事故者数132人のうち歩行者は50人で隣、さらに横断歩道を横断中に亡くなったのは18人だったと言います。謎のじゃねえよ。横断歩道あり。信号機のない横断歩道。諏訪湖の固定。信じられん。これ、知らない奴いるのかよ。この先、蕎麦屋ありだぞ。今さっき出前に向かいました。香川屋少なそうだな。謎のとかいうやつは確かにハンドル握っちゃいけないと思う。横断歩道の予告マークということを割と最近入足で知りました。無免なら仕方ないよ。免許持ちなら返納な。昔、なぜか優先道路って覚えてたんだよな。なんでそう思ったかわからんが、覚え間違いの中でも最悪だと思ったわ。道路に刻印されているひし形について、のっけから冗談も交えながら様々な言葉を口にするイッチやスレミンたち。実はこのひし形はダイヤマークと呼ばれており、ダイヤマークの先には、信号機のない横断歩道や自転車が横断する箇所があるという予告をしている。ちなみになぜダイヤマークなのかというと、人はダイヤの不安定な形状に無意識に緊張感や違和感を覚えるため、注意しやすくなるのが採用している理由の一つだ。踏むとスピードアップするパネルだろ？割れ目注意。横断歩道手前で止まると追い越していく車いるよな。あれマジで頭おかしい。歩行者がいる確率が高いのに、好きかよっていう。パタリロの玉ねぎ舞台の口や、この先に横断歩道あるって言うとるんや。それ。字で書いた方がいいのに。字で書くと情報量が増えるせいで注意力が落ちる。連想ゲームさせるなや。思い出す方が頭を使う。陳述記憶のうちだけだよ。手続き記憶に焼き込めばコストは激安。だけど文字ベースだと陳述記憶に引っ張られる。なんか書いてあるの認識スピードだけでも悪くないかも。止まれの文字だけだと判別速度がくっそ速いんだよ。これに他のパターンの存在を許すと劇的に判別速度、精度が落ちる。文字で書いた方がわかりやすいというスレミンもいれば、かえって危険だというスレミンもいる。どちらの意見も一理あるだけに納得してしまうが、事実道路を走っていると、文字は真上から見ていないため時間帯や天候によっては見にくく、理解するのに時間がかかる場合がある。知ってる。タイヤで踏むと呪いがかかるんだよな。他にもスペードとかハートやクローバーがあるんだぞ。ちゃんと覚えておけよ。アスファルトタイヤを切りつけながらのあれ。横断歩道あり、これ。飼いの虎だよ。その前にしっかり整備、管理しておけ。大抵積載量を超えたトラックが踏むからこうなる。武田軍が待ち伏せしてるから気をつけろのマーク。横断歩道で止まる気ゼロかよ。すっかり忘れてるわ。急カーブや高低差とかよほど見晴らし悪くない限りいらんやろあのひし形。夜とか、刻印の劣化でほぼ見えていないものもあるため、スレミンの言うように夜は日中よりも見にくく、危険度が格段に増す。さらに夜同様に事故が起こりやすい時間帯として夕方が挙げられる。夕方は日没もあり明るさが大きく変わる時間帯でもある。走行するタイミングによっては日没の日が眩しく、思わず正面に気を取られがちで、道路下の刻印まで注意がいかない場合も少なくない。ひし形の場面だとライアングルか。もっとインパクトが欲しい、ごぼう性とか。国の落書きだろ。いっそトリックアートにしちゃえばいいのに。立体に見えたら急ブレーキで高速の追突激増しそう。歩いてたらひし形が黄色と黒で点滅してほしい。こんなお絵かきよりロードバンプ設置すりゃいいのに。20キロくらいでも結構な衝撃来るからな。確実にスピード落とすようになるわ。ダイラ端子充填のスピードバンプが開発されてるで、低速だと衝撃なしで高速だとジャンプ台になる。わざと爆速で走る抜けるかが出てきそう。低速だとセーフで高速だとパンクするように改良できないかね。急カーブの前にある段になってる舗装のやつ設置すりゃいい。まるでトラロープのようなデザインのこうした大きな段差はスピード感は目的もあるが、その場所に不自然に置かれていると、走行している側も
も、この辺りではスピードを出す車が多く事故多発区域なのだろうという察しもつく。道路は全て安全運転をするのが当たり前だが、こうして道路に書かれたり設置されたりしている場所は、より注視する必要がある。なんだよ謎のって、お前がハンドル握るな。たまに道路にあるシルバーゾーンの方が意味わかんねえよ。なんなのあの四角で囲まれた領域は。まきびし注意。この先、三菱の工場が近いというマークね。道路っぽさが出るマーク。バイク乗ってるとき一時停止すると後続止まるかめちゃくちゃ怖い。ミラー見てるけど突っ込まれたら何もできそうにない。横断歩道で歩行者見つけて停車したら後続の車がホーン鳴らしながらめちゃくちゃな追い越しかましてくることが稀によくある。普通はセットで横断歩道あるからいらないもの、更新の時の本にも申し訳程度にしか書いてない。逆に横断歩道の手前に必ずあると勘違いしてるやつもいる。国道の印だろ、知らんのか。カーブのマークじゃなかったか。通過すると1コイン。知らんやつは免許返納して二度と乗るな。あれさ、横断歩道を連想できるようにしましま模様にするとかしたらまだ認識率上がると思うんだけど、今は意味が連想できないんだよな。注意って書いとけやん。ダイヤマークは不安定さから注視しやすくなっているのは先ほども解説した通りだが、ダイヤマークがあるというだけで意味がわかっていなければ何の意味もない。そのためデザインに細かなルールがないのであれば、横断歩道をイメージしたデザインのダイヤマークにするといったもう一工夫があってもいいのかもしれない。この先山口組ありのマークだろ。この先ダイヤモンド採掘所だぞ。ドーンハンマー設定起点。教習所で習うっけ。記憶にない。教本の巻末にある標識一覧にはちゃんと載ってる。でもさ、この先横断歩道があるので十分に注意して進むべきであるって問題があったとして丸って答えると不正解。ひし形マークがなくても常に十分に注意するべきであるって言われるんだろ。ひし形戦車注意だろ。ひし形グループと月決めグループとの熾烈な戦いがある。実は道路の白線しく会社もほとんどが天下り企業。これマメな。ブレーキ踏めだっけ。あそこにぴったり止まると異世界に飛ぶ。あれだろ、エキサイトバイクで加速が回復するやつ。アイテムボックスだろ。横断歩道ありなのは知ってるけど、なぜひし形なのかは知らない。落とし穴をわかりやすくしてくれている。対向車線が渋滞してる時の横断歩道の一時停止も守ってるやつほとんどいない。もう文字の読めないやつにもわかるようにピクトグラムにするべきだよ。もっと横断歩道を連想させるマークにしたらよかった。三角の方が謎だと思う。教習所や試験場のコース以外で見たことがない。他、頭から抜け落ちてるドライバー結構多い。ルール黄色信号の意味を知らない。右左折は基本徐行を知らない。左折で自転車などの巻き込み確認しない。ここでも悪ふざけが横行しているようではどうしようもねえな。ひし形の刻印に関わらず、自動車免許証を取る際に学んだ基礎知識でさえも、時が経てば経つほどおろそかになりがちだ。例えばスレミンが言ったように黄色信号の意味や、曲がる際の徐行運転などは守らなければ時として取り返しのない事故につながってしまう。サイドミラーやルームミラーだけでなく、直接目視するのも忘れてはならない。前方に横断歩道ありだろ。最近見なくなったけどな、このひし形。直感的じゃないし視認性も悪いしな。道が狭まっていくように見える。道路脇の細かい線の方が効果ある。これじゃ事故は減らないな。うん、あまりにも認知低いから廃止されたんじゃなかったっけ。それとも別の標識か何かだっけか。免許更新時に聞いた覚えが。だからってスピード緩めるやついない。標識なんかに頼らんよ。そんなもの知らなくても安全運転できる。確かに運転してるとよく謎のひし形見かけるよな。あれなんなんだろうな。反対車線が渋滞で横断歩道付近で停車してる車迷惑だよな。横断待ち歩行者見落としたら切符切られるのこっちだし、上とか最新の注意で徐行してるわ。過去に事故が起きた場所でお供え物のひし形の代わりと聞いた。あれを見かけたら事故に注意して減速してるが事故ったことはない。意味を知っているかどうかで差が出る。問答無用に切符切れ。あのひし形をボコンとデコボコにしとけよ。40キロで通過したら車が壊れるようにしとけ。幼女が横断するから止まれ。よく法定速度がそもそも遅すぎるってやついるけど、歩行者確認や急ブレーキ前提なら実に理にかなってる。この先ルノアリ。ドライブスルーの目印だと自動車学校で教わったぞ。知らなかった。そろばん塾ありだろ。こんなのも知らんとか。意味は知ってるけど横断歩道に近すぎるんだよ。それは常日頃からスピード違反してるからそう感じるわけで、法定速度プラス10キロは OK とか思ってそう。あのひし形って都道府県ごとに違うらしいな。そこは統一しろよ。横断歩道で自転車が待ってても止まるな。これを周知徹底してほしい。降りてたら歩行者だけどまたがってたら優先は車道側だからな。
パッと見わからんなそれ。一応またがってる場合でも素通りしたら違反になる理屈は存在するらしい。ただし、取り締まろうとするとめちゃくちゃめんどくさい上に裁判までもつれ込んだ場合に検察側が負ける可能性があるとか。これ知らないで運転とか、全部の横断歩道に信号機つけるか。これは10年前まで知らなかった。知ってから歩行者いたら止まるようになったわ。ダイヤマークを見かけたら、その時点で少しスピードを落とすのもありだろう。徒歩の人や自転車の人たちの中には、渡っていれば車が止まってくれると思う人たちも少なくない。たとえ車側が悪くなくても、仮に事故を起こしてしまうと、車の方が悪くなってしまう場合もあるので、大丈夫だろうと思って運転するのは危険だ。菱形といえばひな祭りだろ、そのくらい知っとけよ。路面路地あったりなかったりすんのやめろ。ゲンとかスローでもいい気がする。あんな図形描くくらいならバンプ作ってくれた方が有意義だわな。菱形にする意味がわからん。お前らの近所はどれ？知らなかった、何これ。右下2つは横断歩道っぽさあるな。こんなのを許してるのが狂ってるな。地域ごとに道交法が違うわけでもないのに、名古屋ぐらいだろ違う法律で走ってるの。こんなん統一しろよ。違う意味かと混乱招かないか。どうやってテストの点取れたのか不思議。外人に、たまに忍者が区内投げてくるからって嘘教えたら喜びそう。高架橋の下でそれなりに人が通るのに街灯なくて真っ暗な横断歩道どうにかしてほしい。信号近いから変わる前にと飛ばす車も多くて危ない。意味は知ってるけど気にしたことないな。色を黄色にでも変えた方がいいと思う。ていうか信号機つけろ、ケチるな。意外と見ないから、油断してると見落としてしまう。ダイヤマークが全国一律だと思いきや、全国各地でそのデザインも少しずつ異なるようだ。スレミンが持ってきた画像には、水たまり防止のため切れ込みを入れる場合があると記載があるが、納得できるようでできないのが現状だ。全国各地に雨は降るため、切れ込みのないものはかえって、危険が伴うのではとさえ思ってしまう。この直後にはなあり。同じ意味の標識多すぎ。車線の中央に頂点が来るようになってるから車幅間隔調整するように書いてるやつだろ。ついでに横断歩道が近くにあるよって意味もあるとかないとか。でも6割がわからないとか忘れちゃうマークってそれ自体に問題があるのでは。意味と絵柄が関連薄い感じはするな。まあ路面路地と標識あっても止まる気ないのばかりだから正直あってもなくてもとは思ってしまう。帰宅時に信号ない横断歩道渡らなきゃならんのだけど1台目で止まってくれたってのがほぼないからね。真ん中って意味じゃないの。うちから一番近いところの菱形が細く描き直されてて貧弱でムカつく。道路走ってると8割くらいのドライバーは免許剥奪した方がいいと常々思うわ。まずウインカーの意味も理解してないだろう。ドライバーが多すぎる。免許更新時に筆記試験やればいいんだよ。名古屋じゃ加速かと読む。意味ねえじゃん。菱形ないのに横断歩道がある場所なんて大量にある。日本橋とか神田あたりとか。菱形タイプの UFO に向けた地上絵だよね。謎じゃないだろ。さすがにこれ忘れたらダメなやつだわ。話は違うがいい加減自転車は免許制にしろや。マイナンバーカード使え。忘れてる人は次の免許更新でもらう冊子をちゃんと全部読みましょう。スレミンたちが終始言っていたように、やはり人はその意味と関連性が見えない図形は頭の中では結びつきにくいようだ。人の感覚を利用した形を選んでいるのかもしれないが、それと意味が結びつかなければ何の意味もなさない。オリンピックのピクトグラムのように、誰が見ても理解できるようなものが真に認知されやすいものなのだろう。さて次は、日本各地にある難解な道路標識をイッチやスレミンが持ち寄り議論している一部始終をご覧いただこう。画像、日本一難しい道路標識が見つかる。ソース、こんなの見てたら事故るだろ。頭おかしい。標識？規制標識&補助標識。なんか看板あるなと思ってみたら脇見運転注意。って脇見運転させるわな看板。この看板、見てるあなたは、脇見運転、って看板見たことある。歩行者専用って即認識で間違いないから事故なんだろ。一致が持ってきたあからさまに情報過多な小さな標識に、即座に食いつきを見せるスレミンたち。スレミンの一人が言うように歩行者専用はわかるが、搬入作業をする車や作業者にとっては、より注視してしまうのは否めない。それこそ一時停止の止まれの表示が道路に欲しいぐらいには細かく書かれている。間違いねえ。社畜から転生してそう。悟ってるな。歩行点か。車止め設置されるんだろどうせ。ああ冬は1時間早く歩行者天国やめるのか。わかる。これ見た時大爆笑した。看板を見る一瞬で何がわかるんだよ。これ式一目でわからないようなら愛知で暮らすのは難しいぞ。44さんも言ってるが、この位置で何話の記載は必要なのか。
あまり詳しくない人間が名古屋に行こうとしたら、どこに向かえばよいかわからないから形で表現してるんじゃない？名古屋インターに行ったら僻地でしょ。名古屋市街に行くなら環状線に向かえばよいんだなってビジュアルでわかる。これは東名下りだけど、伊勢湾岸の名古屋南 JCT にも複雑なのあるな。これ作ったやつはわかるんだろうな。余裕で事故る自信あるわ。5分眺めてもわからない。もうまるで5番の目のようになっている標識に、これはわかりづらいと意見するスレミンたち。愛知県周辺でこの道路を日々使っている人たちにとっては当たり前でも、他県のドライバーであればパニックになってしまいそうな複雑な表示である。渋滞の際であればじっくり確認できるが、通常の走行であればこれを一瞬で理解しなければならないため、なかなかに難解だ。国道41号に左を見ろ。って頭が叫んでるパチ屋のでっかい看板があるんだが、脇見運転を誘発するような看板って規制されないんかね。誰か言語に起こしてくれよ。確か高崎市だったと思うけど、今あんまり見ない優先道路の標識がずらっと並んでるところあったな。宇都宮市で見た。近所に似たような場所あるけどこれは狭すぎだな。シャフトかな？道路標識50万円、本。何が難しいの？後ろの広告看板が完全に隠れちゃってるじゃん。井の頭通りは時間内右折禁止のところとそうじゃないところをもっとわかりやすくしろ。アーケードのあるような商店街の通りだとこういう複雑な補助標識見かける。初見のドライバーが通過する一瞬でこの文字すべて読み取れて当然という前提で取り締まりも行われる。文字数に制限はないから100文字でも1000文字でも大丈夫だな。うちの近所に指定時間車両進入禁止の道があるんだけど、看板なくて路面にしか書いてないんだよね。しかも上り坂の途中からその道に入れるんだけど、その書いてある路面がまたちょっと盛り上がってて全然見えないっていう。標識に従うことは絶対だが、スレミンが言うように地元民でも見にくいものは、当たり前ながら他県の人や初見の人にとっても見にくいのは言うまでもない。道路に線を引いた際にはたとえ見やすかったとしても、経年でやはり道は変化してくるため、定期的な巡回とチェックは必要不可欠だと言える。普通は302の規制標識で対応しそうだが、アーケードの入り口か？宇宙人に連れ去られる少女。中央道から大阪に行く高速の看板もなかなか。首都高入り口のヤバい標識あったな。あれは頭バグる。日本の標識は初見地が非常に多い。公安のジジイともに初見で通らせてみたい。あと専用レーンの案内はかなり手前から表示してもらわないと、無駄に渋滞に付き合わされたり右左折できなかったり不親切すぎる。日本一かっこいい交差点名。頭悪そう。地図を見てみたけど、何やら巨大地下基地から一般道への出口に見えなくもない。こういうのとか、左折専用レーンとか初見地が多すぎるから、事前にストリートビューで予習した道しか怖くて走れない。生まれたのが20年早かったら車乗ることはなかっただろうな。海遊館の近く、よくここ通るがなんで正月がダメなんかわからん。正月は停車はいいけど駐車はダメ。これって5分以内に初日の出見て戻ってこいってこと？駐停車禁止は駐車禁止の上位なのだから駐禁側は補助標識はない方がわかりやすい気がするけどな。これは液晶ディスプレイを設置して、日付時間帯で変化する一つの標識を表示してあげた方が良い。可変標識って設置、運営にめっちゃコストがかかるんで、よほど重要な道路でない限り設置されない。信号もそうだが標識もこだわるとなると、相当なコストがかかることは否めない。だがそれで一つでも多くの命の安全が守られるのであれば、と思ってしまうが、そこはよくある大人の事情なのだろう。標識や信号はお金でどうにかできるが、命はお金では買えないものなだけに複雑だ。中山競馬場周辺の補助標識の、中山競馬開催日除くみたいなやつだろ。中山競馬場で開催してるかどうかの判断を運転者に求めるやつ。これ。それ北海道で見たことあるな。なんでなのか意味不だったが。ヒント、年金。男子専科が非常に気になります。これ、金沢の街中以外であまり見かけないかも。自社の前の車が軽だと要注意。車幅制限だけで良いような気もする。補助が余計に混乱を招くなぁ。普通車で登録した軽自動車とか。狭い道なんて全国にいらんほどあるわ。時間系と車種系の標識見たらそちらには行かないようにしてる。その時間はその車種がダメなのか、それ以外の時間はそれ以外の車種がダメなのかよくわからんから。標識の表示の仕方によっては、制作者の意図と反対の解釈をしてしまう場合もある。一番安全なのは、スレミンのようにその道路を通らないようにすることだろう。自己解釈だけでは勘違いの場合も多いため、そうしたドライバーの工夫が必要なのも確かだ。真ん中の曲は何なの？
国道ふざけんな、整備されてないのやな。一元さんお断りだな。狭い道を進んだ突き当たりが歩行者専用になっていた時の絶望感。こちらはずっと青で、対向時差式で青から赤になっていくタイプのところの右折が苦手。相手がガンガン来てたのが急に止まって、右折しやすくなるのに、こちらの信号の見た目は青のままという。面倒くさいのは進入しないが正解。やはり複雑な標識を一瞬で理解するのは、基本的には難解だ。カーナビが事前に教えてくれるならばまだしも、時には教えてくれない場合もある。初めて行く場所や遠出をする際には、あらかじめいくらか道を調べた上で行くのがおすすめだ。さて次は、自動車免許の試験の引っ掛けとも言える出題に関して、イッチやスレミンが意見を交わす様子をご覧いただこう。免許試験、落石注意の標識があったので情報を注意しながら運転した。俺、簡単すぎ。まるっと。正解、×。この先に路側より落石の恐れがあるため車両の運転上注意が必要であることを指します。なお、落ちてくる石岩もしくは道路に落ちている石岩の一方のみに対して注意が必要であるということではありません。これマジ？落ちている石も、ってことか？意地の悪い問題やな。当たり前やろ、上見ながら走ってんなや。国語力の問題。上ばっか見て運転してたら危険やろ。罰やろ、前見て運転しろや。落石する可能性より落石している可能性の方が高いんやから当たり前やろ。すでに落ちている石に気をつけろって昔聞いたんやが、現在落下中のも気をつけなあかんのか。全方位に注意せなあかん。なんとしても満点を取らせまいとする意図を感じる。落石注意の標識に、のっけから様々な意見を交わすイッチやスレミンたち。見たまま落石の注意もあるが、すでに落石もあったり、それによる地面のひび割れや土砂崩れの恐れも考えたりすべきだろう。要はそれだけ危険な場所で、より注視が必要な場所でもあるのだ。雨が降り路面がひどく濡れていたの注意して運転した。いつも注意しながら運転しないとなので罰。こういうの本当にあるからな、ひねくれすぎ。トンチかな。落ちてくる石避けるとか無理ゲー。落ちてくる石なんて気をつけてどうなるもんでもないしな。実際すでに落ちてる石に注意するくらいしかできんやろ。これは、いや普通に前見ろやって話やからそこまでではない方やろ。IQ を10くらい落とせば受かる。言うてネットで話題になるような意地悪問題なんて数問出るか出ないかやから、全問素直に解いてやそれに引っかかったところで普通に合格するんだよな。過去問やればこの手の問題は引っかからなくなる。情報だけを注意して運転したってかけよ。Y 筆記満点やったらしいにゃが自慢できることか。小学校で100点取ったよりは偉い。スレミンたちが引っ掛けともトンチとも呼んでいる自動車免許の問題は、それだけ注視したり様々な可能性を考慮して運転できるかという、いわゆる予測運転ができるかどうかを見極めたいのだろう。こいつってどんだけ鳴らしたらええんや。警笛鳴らせってどんなところだろうか。見通しが悪いとこやろ、適当。昔は天下の国道1号にもあったみたいやな、箱根の曲がり道やった。山とかで対向車が見えないところな。親の田舎の山沿い川沿いのぐねぐね山道もそんな道だったが、警笛聞いたことねえからな、標識知らんかったから確かめようもないが。警笛鳴らせって常にすれ違えない道の山道なんてところならあるんかな、たまにある、すれ違える場所のみですれ違うとか。警笛鳴らせの標識がある場所は、左右の見通しが効かない交差点や道路の曲がり角などがあり、山地部の見通しの悪い箇所にも設置されており、この標識を見たら警笛を鳴らさなければならない。ちなみに警笛鳴らせの標識の下に赤い矢印で範囲が決められている場合には、その範囲以外では、警笛を鳴らしてはいけないことも意味している。問題、運転前に点検したところ、ブレーキの効きが悪くエンジンオイルがドロドロでウォッシャー液が切れていてタイヤは剥げていたので特に注意して運転した。丸、バツ。バツ、丸。実際峠道走りまくってればわかるが注意すべきは地面に落ちてる落石や。ひねくりすぎやろ。問題、電動機付き自転車は50キロで走行してはならない。せい、ご。Y 君、原付きは30キロ制限やからせいやな。回答、ご。電動機付き自転車の法定速度は30キロです。すぞ。わかってるのに間違えるわな。これマジでわからんのやけどアスペか ?50 キロだけでなく40も60もあかんから罰やで。ああ、なるほどね。こういう言い回しの出題をされると、常日頃から見たままで判断する人にとっては、相当イライラしてしまう問題ではないだろうか。答えをしっかりと理解できている場合には、その問題の言い回しをよく考えてみるといいだろう。落石は落ちてる石に注意払う標識だからな。岩が落ちてくるのをタイミングよくかわすとかゲームじゃないんだから。じゃあ、両方や。
これは言うほど理不尽な問題じゃないやろ。落石注意は落ちてる石にも注意しなきゃいけないってことさえ知ってれば普通に罰つけられるやん。免許後試験定期。こういうの自分が合格した途端にアスペ問題に対応できない方が悪いとか手のひら返すやつおるよな。免許持ってるけど今いきなり同じようなテスト受けたら余裕で落ちるわ。読解力ゲーでやると時間なくなるから過去問の答え覚えゲーやろこれ。免許試験って実質半分謎謎だよな。土石流だ。免許試験は普通の日本語じゃないからな。あの免許試験の問題文って誰が考えてるんだよ。確かに、回りくどい言い回しの出題は、学校の試験ではまずありえないと言っても過言ではない。だからこそ引っかかってしまう人も多いのだろうが、中止するとはそういうことも含まれているのだろう。徐行とは10キロ以下で走行することを指す。丸は×?文章的に×のような気がする。×?徐行はすぐ停止できるようにってのが重要だから×やろな。×やで、徐行とは10キロ以下かつ1メートル以内に停止できる速度で走ることや。どんなに反射神経良くても1メートルは無理やろ。はい、前方不注意。情報を注意するのは問題ないやん。どこに情報のみ注意したなんて書いてあるんや。別に情報に注意したところで一方のみに注意したとは限らへんし、論理的に問題設定がガチやろ。言うて9割方は引っ掛けもない素直な問題だから理不尽な問題を数問間違ったところで普通に合格するぞ。免許の筆記試験落ちるやつはただの勉強不足のバカやで。スレミンの言うように、ほとんどの問題は引っ掛け問題ではない。落ち着いて従来の試験同様解いていけば、それなりにいい点は取れるようになっている。学校の試験勉強ほど勉強する必要はないにしても、やはりいくらか勉強をしておく必要はあるだろう。赤信号は必ず止まらなければならない。丸は×。地震などやむを得ない時があるから×や。どうせ×やろ。正解派×や、緊急車両はその限りではないからってことらしい。え?草。草、やっぱ絶対とか入ってたら×が正解なことばっかやね。免許センターで2割くらい試験に落ちてるよな。横断歩道から3メートル離れた場所は駐停車禁止である。×、法律によって横断歩道から5メートル以内への駐停車は禁止されています。Y はこれ知ってるけど、街中見ると横断歩道直前に駐車してるのいるよな。なんなら交差点の真ん中まで車が渋滞してることもある。交差点で右折する際、横断歩道を歩行者が渡ろうとしているときは渡り切るのを待ってから右折する。答えはノー。南西試験、遅延注意のレスがあったので ID に注意しながらレスをした。罰やな、遅延注意がなくても遅延に注意しなくてはならない。常に自分以外のレスが同一人物である可能性がある。草。人間性が腐ってないと満点を取ることは難しい。まあ過去問やればわかるけども。問題、急いだ様子の盾広氏には、心よく原動機付き自転車を貸してあげなければならない。免許の筆記試験を異常に敵視してる奴らって落ちたことあるんかね。あんなん普通に知識があれば多少理不尽な問題で間違ったところで問題なく受かるんやからどうでもいいやろ。まあ一回で合格したけど、それとこれとは別や。普通に文章としてなんかムカつくねん。常識問題じゃなくてただの引っ掛け問題ばっかやもん。通常の問題に関しては、教本に掲載しているものがほとんどだ。例えば標識をはじめ踏切の渡り方や交差点近くでの対処など。勉強をしていくと大体どのあたりが出そうなのかわかる場合もある。問題、通学路を通行するときにマンホール以外のところを踏むと×する。×、白線などがあるところは安全地帯である。丸×問題だし、そんなに筆記試験に落ちるか?って言っても毎回何割かは落ちてるんだよな。問題、勾配の急な下り坂でおむすびを追っかけていたら、ブレーキが効かずにネズミの国に落ちてしまったので、お祭りに参加した。このスレと同レベルの解釈論議を永遠続ける学問があるらしい。高卒のヤンキーが受かってて大卒のやつが筆記試験落ちてた時は笑った。落石っていうほど注意してどうにかなるか?形状大きさ走行速度によるけど、パンクはもちろん、ハンドルふらつきからのスピンや横転の可能性。あと、石じゃないけど鉄材踏んだら跳ねてタンクに穴開いて丸焼けって事故もあった。落ちてくるのはどうしようもないけど、落ちてる石は舐めたらいかん。必要条件と十分条件の概念壊れる。基本は習うことにあるものの、現実はそれを応用するものや予想を超えるものしかない。つまり教習所で習うことや教本に載っているものは、あくまでも一例に過ぎず、実際に運転するとなると臨機応変なドライバーの対応が求められるというわけだ。この質問に対する答えを間違ったから面接落ちた、とかいうのと同じで、理不尽な問題でミスったから免許試験落ちたと思ってる奴が文句言ってるんやろな。普通に知識があれば理不尽問題のせいで数問ミスったところで合否に影響せんやろ。最初に落石が3個あります。あと2個落石があったらいくつになるでしょう。
最初の落石に当たってほしいの。あとの2個は私は知らない。あなたが落とした。それが答え。落ちてくる岩が見えたらどの道をありや。免許のためには3目を習得しろということや。ワイワイ地点足らずで1回引き落ちたわ。設問が変なのは道交法をベースに無理やり落とし込んでるから。ありとあらゆる試験が出題者の気持ち的な分散フィールドという地獄みたいな国。出題者はマジで命題の勉強してなかったやろこれ。夜は気をつけて運転する、答え罰、昼も気をつけて運転しなければならないみたいなのあったな。懐かしい。夜間に注意するイコール昼は油断するということにはならないんやが、作成者は日本語検定から受けろや。まあ注意深く運転する理由が夜間だからってのなら間違いなんじゃないの。自動車免許の出題もそうだが、そもそも海外からは日本語自体が難しいと言われている。同じ文字でも発音で意味が異なったり、微妙なニュアンスでそれ以外の意味を含んだり含まなかったりと、日本語自体が難解なのは間違いないだろう。飲酒運転してはいけないのでお酒を飲んでから運転した。俺、私有地では道交法は適用されないので丸や、免許試験、飲酒運転は法律違反だから罰だぞ。実際免許取って何年も経ってたらほとんど忘れてるわな。なんか試験のシミュレータみたいなやつあったよね。あれクソ問題多かったけど実際受けてみたら普通の問題だらけで拍子抜けした記憶あるわ。絶対とか必ずが問題文にあるときは罰。自動車免許の出題されている問題だけ見れば引っ掛けや意地悪と思っても仕方はないが、それでもそれが実際の運転で人の命に関わるとなると、やはりしっかりと心得ておくに越したことはない。皆さんも予測をした安全運転を心がけてほしい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。標識や免許のテストなど、厄介なものは多いですよね。テストが受かったからと受かれず、逆に気を引き締めて運転をしたいものです。こちらの動画の感想があれば、ぜひコメント欄にお寄せください。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。